松浦康夫は日本のスチルカメラマンである。青年聖地不詳。在籍時年齢、入社時期等は不明であるが、1927年、牧野プロダクションを出設営所制作、金森番章監督による、廊下の長野県松本市でのロケーション撮影現場に、スチルカメラマンとして参加している。1929年の牧野肖像没後、 京都の牧野プロダクションが発表した新体制の組織図に写真部主任として松浦の名が掲載されている。1930年、祇園交代日傘第一は前の袖にスチルピクチャとクレジットされているが、スチルカメラマンは監督や撮影にしらと異なり、それ以上の記録が残っていない。当時の同社の宣伝部主任の津村健が編集、発行した広報誌、 マキノの写真を手掛けている。第二次世界大戦後、大英の大英京と撮影所で、1955年、広七三男監督の次男棒ガラスにスチルカメラマンとしてクレジットされている。以降、1963年までの同撮影所で、スチル写真を手掛け、同年の安田君義監督の対決でクレジットされて、以降の消息は知れない。松浦の仕事は、 ポスター等に使用された写真、紙媒体に掲載された映画のスチル写真として残されている。キネは順方映画データベースでは、スクリプターと記載され、脚本家に分類されているがこれは誤りである。野牛連夜祭秘伝付き影賞。1956年すべてスチルカメラマンとして参加。ありがとうございます。